中国空母003型に電磁式カタパルトが搭載との情報をキャッチしました。今回は中国空母とアメリカ空母とではどう違うのか詳しく見ていきます。カタパルトでも電磁式カタパルトはアメリカでも苦戦しているのに、そんなに簡単にできるのかな。それとも見かけ倒しか。2021年の初頭には、来る同年7月1日が中国共産党結党より100年を迎えることになるため、その大きな節目を飾るべく、上海の長江島の江南造船で、建造中の新型航空母艦003型が進水するのではないかと予測されてきた。7月末を迎えた現在までのコトロでは、003型航空母艦が進水した。という情報は伝わってきていないが、少なくとも2021年中にはそこにこぎつけ、中国初のカタパルト、しかも電磁式を搭載するものと見込まれている。これまでの中国海軍の航空母艦は、1番艦の遼寧、2番艦の山東ともに、スキージャンプ式の発艦方式を採用しており、アメリカ海軍が運用する大型の原子力航空母艦とでは、艦載機の戦闘力に大きな開きがあった。これは、スキージャンプ方式は、艦載機のエンジンの推進力で発艦するため、離陸時の機体の重量を軽くせざるを得ず、どうしても搭載する燃料や兵装の重量に制限があり、行動半径や攻撃力に劣っていたためだ。中国海軍の003型航空母艦では、まず、この部分を電磁式カタパルトの装備で克服しようとしており、たとえ艦載機が、現行と同じ J-15 戦闘機等であっても、個々の機体の持つ戦闘力を大幅に高めてくることが懸念される。ただし、電磁式のカタパルトは、アメリカ海軍ですら、最新鋭のジェラルド・ R ・フォードで初めて実装しており、2017年に収益を果たした同艦だが、4年を経た現在でも、その他の新技術の不具合も多く、完全な戦力化には至っていない。ちょうど、この7月に、アメリカ海軍の高官で作戦部長を務めるマイケル・ギルデー中将は、ジェラルド・ R ・フォードに、電磁式カタパルトや電磁式兵装用エレベーター、新型着艦装置等二十数種の新技術を一度に投入した過去を認めている。ギルデー中将は、このジェラルド・ R ・フォードの失敗から、新型艦艇に同時に投入する新技術は、多くとも2種類以下が望ましく、それも、陸上施設での十分な検証を行った上で、艦艇に搭載すべきだと指摘した。これまで、そして、現状でも、ジェラルド・ R ・フォード級の毎級にあたる、ミニッツ級を10隻を保有し、世界最大の航空母艦群の運用実績と予算を持つアメリカ海軍にして、この状態であることは、中国海軍にすれば、推して知るべきだろう。いささか消極的な思考ではあるが、中国からの増加する圧力に対峙する日本などの周辺国からしてみれば、アメリカ海軍のこうした失敗例に、中国海軍も該当してくれることを願わずにはいられないのが、偽らざる心境だ。さて、中国海軍が003型航空母艦以降で実現させてくる可能性がある新技術や要素は、電磁式カタパルト以外にも、固定翼の、そう、機械海艦制機や第5世代戦闘機の艦載機化、そして、機関の原子力化、空母打撃群を構成する艦艇の整備など数多い。まず、固定翼の、そう、機械海艦制機は、カタパルトを搭載した航空母艦で必須となる装備であり、空母打撃群に接近する敵戦闘機を事前に探知する任務を担うが、すでに、
KJ600 層機警戒管制機が完成に近づいているとみられる。KJ600 層機警戒管制機とみられる航空機の飛行を捉えた映像は、2021年初め頃から中国のインターネット上にも登場しており、西安上空で最終的な飛行テストを行っている模様だと、サウスチャイナモーニングポスト等が報じていた。そうした映像に見られる機体は、アメリカ海軍の E2 ホークアイ早期警戒管制機によく似た外観をしているが、中国の報道では、アメリカの F-22、ラプターやF-35ライトニング2等のステルス戦闘機も探知可能だと、喧伝されている。ただし、003型航空母艦が、電磁式カタパルトを備えて浸水しない限り、実際の航空母艦から離発着する運用のテストは行えないため、KJ600 層機警戒管制機の戦力化には、今、しばらく時間を要するものと考えてよいだろう。次に艦載機となる電磁式カタパルト対応の第5世代戦闘機だが、中国信用飛行業集団が輸出向けの機体として開発している FC31、通称 J31 の艦載機版で、主翼を折りたたむタイプの J35 が開発中だと報じられている。中国軍は、正式採用した機体に J で始まる形式番号を付与するため、JA35 というの把握まで通称であり、元の FC311 になぞらえれば、FC35 とでも呼称する方が、本来的な意味の使用法としては正しいのかもしれない。FC31 にせ、よその艦載機版である J35 にせよ、中国初のステルス戦闘機で、実戦配備も進められている J20 と同様に、機関部には、総発のエンジンを搭載しており、その点は F-35 ライトニング2とは大きく異なる。くしくも、ロシアは2021年7月にモスクワ近郊で開催した MAKS 国際航空ショー2021において、中国の FC-31 同様に海外輸出を念頭に置いた新型のステルス戦闘機チェックメイトを公開。こちらは単発エンジンだった。アメリカの F-35 ライトニング2や、今回のロシアのチェックメ。意図を見る限り、今後のステルス戦闘機の普及タイプは、整備性やコスト面で、優位性の高い単発、エンジンが主流になるのではないかと、個人的には思えてならない。ロシアのチェックメイトは、中国の FC-31 と同じく、アメリカの F-35 ライトニング2を調達することが、コスト的、政治的に難しい国々に向けた機体であり、対象国は、おのずと合致しているように感じられる。これまでは、中国の FC-31 を採用した国はなく、有力視されているのはパキスタン空軍くらいだが、一時期検討が噂されていた国にアルゼンチンがあり、こちらは、ロシアの、チェックメイト輸出先の候補と揉めされている。ただ、ロシアのチェックメイトの輸出の最有力候補はインドだと見られており、インドと領土問題で対峙する中国にとっては、その市場への進出は困難であるため、アルゼンチンをめぐるロシアとの競合は、さらに激化する可能性が高いだろう。さて、残る中国の空母打撃群の整備に、必須の要素としては、追反させる水上戦闘艦の建造があるが、こちらは、満載排水量1万3000トンの世界最大規模の駆逐艦055型南アキラ級を、すでに2020年から就役させ、全8隻が建造予定とみられる。055型南アキラ級駆逐艦は、その大型な艦隊に見合った重武装が施されており、実に搭載する VLS は112セルを数え、これは、
アメリカのアーレイバーク級駆逐艦の96セルを超え、タイコンデロガ級巡洋艦の122セルにほど近い。この大火力を、中華製イージスとも呼ばれる 364B 型レーダーを中核とする電子制御システムで統括し、全級である052型駆逐艦を凌駕する高い艦隊防空能力を発揮させる計画であることが予想されている。また、003型航空母艦の機関部は通常動力型であることが確認されているが、これ以後の航空母艦では、原子力推進に改める方向であると見られており、一時は技術的に困難が指摘されていたものの、建造が再開された模様だ。原子力推進型航空母艦の利点は、まず、第一に、半永久的に燃料補給の必要がなくなる点が挙げられるが、ことに航空母艦においては、燃料の積載に必要だったスペースに、艦載機用の燃料や兵装を増加させられる点が最も大きいだろう。それによって、艦載機の攻撃力、打撃力の増強が図れるため、同様の規模の艦隊であっても、従来以上の戦闘力の向上に寄与すると考えられており、アメリカと正面から対峙する空母打撃群には必要不可欠な利点と考えられる。